こんにちは、にじこです。早速ですが、お誕生日のお祝い、もう昨日なんですけどね、昨日9月11日にお誕生日だった方のお祝いをしたいと思います。猫もふもふさん、今日は11日はお母様と弟さんと義理のお父さんと友人のお誕生日ですって。おめでとうございます。皆さん素敵な一年になるといいですね。今日はいろんな風さんを流してます。特に意味はないです。はい。そして、かおりさん、なんだっけな、初期の頃から聞いてくださってるという方ですね。はい、今日誕生日ということでおめでとうございます。はい。もうね、いっぱい話したいことあるんですけどね、まずはね、私事ですが、登録者様が3000人越しました。ありがとうございます。なんかもうこのところなんかものすごい勢いで増えていって、もう本当にありがたいやらなんかびっくりするやらですが、ありがとうございます。本当に皆様のおかげで私はこんなに楽しく毎日話していられます。本当にありがとうございます。はい。それで、記念のってことはないですけど、お礼も込めてというか、ライブ配信をね、してみようかなと思うんですけど、もう何せ6月の悪夢があるので1時間全くね、ろくに繋がらなかったっていう、なので不安なんですけど、今度はちょっとね、スマホだけでやってみようかなと思って、ちょっとやってみようかなと思います。いつがいいですかね。やっぱり、お休みの日がいいですかね。平日はちょっとあれですかね。またちょっとコミュニティでお尋ねしようと思います。はい。それからもうそういっぱい話したいことあるんですよ。あるんですけども、そうそう、まずね、私びっくりしました。昨日夜ね、なんだっけ、風さんのバスケの動画、ショート動画とか上がってたじゃないですか。あれ昨日見つけてたんですよ、夜。でも燃えよに合わせて、燃えよのリズムに合わせてバスケのドリブルしてみたっていう、これはよくある、なんか何々してみたっていうね、なんか普通の人のシリーズだと思ってスルーしちゃったんですよ、私ったら。もうだってあのサムネがなんかちょっと体と顔がアンバランスじゃなかったですか。だから私あれ顔を貼り付けたと思っちゃって、もうバカバカ、私のバカで、もうなんか朝、コメントでなんか気づいて、え、嘘、あれご本人様だったのと思って、で改めて見たら風さんじゃないですかびっくりしたねえ、もうでも本当上手ですね。中学の時やってただけなのにね、上手だしかっこいいし、わざわざあれどこか体育館まで行かれたんですかね。なんかっていうか、もしかして MV かなみたいな、昨日のモノクロのインスタに上がってた写真もね、なんかあれはもしかして何か撮影とかじゃないですか。綺麗にしてもらって、頭も MV かな、燃えよの、なんて思ったりしてね。でなんかバスケでなんかそういう、なんていうのかな、若さをっておかしいか、なんか若者にね鼓舞するような MV なのかなって思ったり、なんか本当若者を応援したいって気持ちがショート動画からも現れてましたよね。そう、こうやってね、いじけちゃってる中学生や高校生いっぱいいるんじゃないですか、今大学生とかね。ごめんなさい、たまたまタイミングよくこの中学生の風さんが出てきて、いやでも本当に励みになりますよね。でバスケっていうのもなんか気持ちが落ちた時って心のアプローチもいいんですけど、体のアプローチもいいんですよね。もうどうにもならない時は、例えば散歩するとか、縄跳び飛んでみるとか、ダンスもいいですけど、そんな元気がなかったら、いや本当散歩するとかでもいいんですよ、外をね、太陽に当たってね。でこのドリブルするバスケの風さんみたいに、こうやってね、ちょっと動けるならこうやって動く、本
当にね、それで心が元気になるっていうことはあるんですよ。うん、なんとなくそういうことをこうね、面白っぽく動画にしてこう伝えてるのかなと思って、さすがですよね、こういうとこがね。うん、本当に。でもこの燃えよって曲は、あの、聞けば聞くほどこうアドレナリンがドバドバ出るみたいなね、もうすっごい元気が本当出ますね。もう嫌でも元気になっちゃう、うん、そんな曲ですね。うん、それでね、なんだっけな、あ、そうそう、皆さんのね、コメントが本当に素敵なコメントいっぱいもらってるので、ちょっとご紹介しますね。にじこさん、チャンネル登録者3000人ですよ、おめでとうございます。ネガティブ思考の自分が少しずつポジティブになってきましたよ、ありがとうございますって。嬉しい、こういうの嬉しい、本当に。にじこさんの落ち着いたしっとりした話し方大好きです、 ありがとうございます。にじこさんのところに集まるカズミンさんたち、当選率高いですよね、きっとポジティブな方向に導いていただいているからでしょうねって。いや、でも本当にね、なんかすっごいたくさんの方が当たってるんですよね。なんかいつもくじ運ない私がまさかの当選、きっとにじこさんパワーですねって。いや、それはあれですけど、でも本当こうやってね、当たってる方が多いんですよね。にじこさんレポは絶品、読んでくださったコメントにもありましたが、パーソナリティになっていつか風さんをインタビューしてほしいです。もうね、嬉しい、本当。もう一回読んじゃったそれから、ちょっとごめんなさいね、あれ、どこ行った、ごめんなさいね。いや、本当に、でもみんな、皆さんね、嬉しいですね。ちょっと待ってくださいね。にじこさんの深い洞察力、観察力にいつも、ああそういうことなんだって教わることが多々あります。にじこさんのお話で風さんへの理解が深まってます、ありがとうございます。まあ、私の勝手な思いですけどね、皆さんそれぞれあるんでね、いやそれはおかしいでしょと思うこともあると思うんですけど、まあ、それはそれで、私は私で思ったということでご容赦ください。はい、次の機会を待ちましょう、信じて待ちましょうというにじこさんの言葉、勝手に自分にかけていただけている気がして涙が流れました、救われます、ありがとうございました。ありがとうございます。でも本当に信じたらそうなるから、信じましょうね。にじこさんの声は本当にヒーリング効果ありますね。大好きな風さんのお話をにじこさんの声で聞けるのが私の癒しの時間です、ありがとうございます。もうもったいないようなお言葉です、本当に。それにしてもにじこチャンネルのリスナーさん、当選率高くないですか、皆さん持ってます、本当にね、本当に。でこの方もね、インスタでつながった風友さんに譲っていただけたと、よかったですよね。そういう方何人もいらっしゃいましたね。ご本人は立てないけど、誘っていただいたっていうね、本当によかったですね。にじこさん本当にお話が上手、言葉で伝えることが天職のようです、嬉しい、ありがとうございます。最近は娘とにじこチャンネルを聞くのが日課となってます。皆さんもおっしゃるように、にじこさんの声は優しくて癒され、おしゃべりはポジティブで楽しいです、ありがとうございます。もうね、本当に褒めてくれるとこうやって読みたくなりますいや、もう本当すいません。はい、それから、私のところにも当選のメールが来ました。にじこさんのついてる効果のおかげですって。そう、ついてるね、私ついてるのって言うとね、そんな気がしてくるんですよね。それでなんか、インスタストーリーの、モノクロ写真のね、着てた T シャツ、あれがダメージ T シャツで、バルクリストファーっていうね、 VAL ってなんか T シャツにもありましたよね、そういうダメージ T シャツなんですって。やっぱりその辺のもの着てませんよね、きっとお高いんでしょうね。情報ありがとうございます。はい、それから ASMR のようなって、昨日なんかコメントでいただいて、なんだろうって言ってたら、自律感覚絶頂反応ということで、聴覚なんかに心地いい、脳がゾワゾワするといった反応や感覚のことですと。はあ、ありがとうございます。つまりにじこさんの声やお話は心地よいんですと。
はあ、ありがとうございます。もう本当皆さんもなんか本当ありがとうございます。それから皆さんのコメントいつも温かく遠巻きに見ていたのですが、昨日嬉しい通知が来たので当選されたんですね。ぜひお礼をと思い立ちましたと。すべてのことは言った通りになる。何度となくおっしゃられたにじこさんの力強い言葉が心に響き、実践してみた結果は涙が出るほど素晴らしいものでしたって。あ、よかったですね。本当にそうなんですよ。もう本気でねそう思うとねそうなるんですよ本当に、うん。そしてですね、そうそう、こっそり聞いてますって方が結構コメントくださって、そんなこっそりだなんて堂々と聞いてください。はいはい、にじこさんのしっとりした声に癒される毎日です。まあそんな本当にありがとうございます。はい、それからそう、医療従事者の方でね、なかなかこう介護の方とかね、応募すらできないって方、悔しい思いされている方、本当にもうかける言葉がないですが、チャンスは絶対あると信じてくださいね。はいはい、それで皆さんおめでとうって言えるあなた様は素晴らしいです。はい、ありがとうございます。はい、それから、にじこさんの優しい声でゆっくりと丁寧にお話ししてくれるのがとても心地よいので、風さん、ロナウドさんに次いでにじこさんに落ちました。まあちょっともったいないもったいのうございますですね。ありがとうございます。はい、それから毎日忙しいでしょうに皆さんのコメントにも目を通すなんて、にじこさん天才、多分家事は手抜き、手早い。はい、当たりです。はいもうね、はい、それからそう、もう私ね、皆さんにねコメント全部お返ししたいんですけど、なんかもうねちょっともう物理的に難しくなってきて、この 手が痛くなってきたっていうのも、そういうなんかシグナルかなと思ったんですけど、できることできないことがあるんだなってことを改めて思って、できることは絶対したいんですけど、だからちょっと今ここでね慌ててじゃないけど、ちょっとね全員にじゃないんですけども、こうやって お返ししたいなと思って読ませていただいてます。いろんな方が風くんの YouTube 出してますが、それぞれ個性的で面白い。そうですよね、本当に皆さんいろんな角度からね風さんの良さをねこうお話しされててね、踊ったり歌ったりね、演奏したりね、なんか面白いモノマネされたりね、でもにじこさんの声とスピリチュアルな感じが好きです。あ、嬉しい。もう本当に私ももう遠慮なく言っちゃおうと思って、怪しいとかってもうね思われたら思われたでいいなと思ってね。はいはい、それから、満腹中枢おかしくなって、さらにはおかわりしたくなる。まさに言葉の通りですにじこさんの声とたくさんの思いやりメッセージにいつも元気いただいてます、ね、何度聞いてもおかわりしたくなるって、ありがとうございます。今日のスタンド FM もじんときました。 FM も聞いていただきありがとうございます。本当風さん情報怒涛でしたもんね。でもねお腹いっぱいなのにね、本当にもっともっとって、もっとちょうだいってなるんですよねねえ、本当にもうなんかもうなんかもうキリがない。皆さん本当にありがとうございます。それから初期の頃から聞いてますと、皆さんも大絶賛の素敵なお声と、時々何気に入れられる自分へのツッコミ、時々関西弁なんかもツボでってどこか心待ちにいつも優しさあふれるトークに日々癒されてます。ありがとうございます。本当にありがとうございます。それから一人一人にの心に寄り添って、優しく嫌味なく素直に感動を表現されて素晴らしいですね。ありがとうございます。私もにじこさんのように一人一人に心に寄り添って優しくお話できたらいいなと、とても感動していつも聞かせていただいています。あ、でもそういう思いがもうあるということはできてますよ。そう思ってることはできてますよ。ね、はい、なんかお店をされているそうで、きっとお客様にもそういうポジティブなエネルギーをね送られてるんでしょうね。はい、で次はやっとやっと J-WAVE のレポです。
9月4日のね、はい、もうやっとできます。9月4日グローバーさん、パーソナリティはグローバーさんですね。これはライブ前のインタビューなんですよ。ライブ前です。グローバーさん、私も打ち抜かれました。天才、とてつもない努力に裏打ちされた、とてつもない天才。ソングライティングもものすごいクオリティ、ピアノのプレイも素晴らしい、歌詞もすごい、そしてパフォーマンス、佇まいも見たことのない、味わったことのない、風を運んでくれる、そんなアーティスト。絶賛してます、カズさんのこと。まあその通りですけどね。で、藤井風さんが登場ということで、藤井風と申しますと、なんかね、FM802 の、おちけんさんの時はなんかゆるゆるだったけど、ちょっとね緊張感ありましたね。ライブ前だったからですかね。ちょっとシャキッと喋ってましたよ。はい、なんとか元気でやらしてもろとりますって。なかなかラジオで自分のこと話すってことはないんじゃないって聞かれたら、ねえ、もっと話したいのに意外とないですって。で、フリーライブのフリーのちょんちょんってフリーについてるじゃないですか。あのちょんちょんの意味はって聞かれたら、いろんな意味を込めてちょんちょんをつけたと。まず有観客でいっぱいお客さんを入れて入場無料でっていう意味でのフリー。あと今なんかいろいろ縛られてる人が多いと思うんで、何か少しでも緩く自由に行こうぜみたいなメッセージも届けられたらいいなと思うんで、そういう意味でのフリーもありつつ、わしの中での大きな意味はその2つっていう感じでしたって言ってましたね。で、このライブのアイデアはどこからって聞かれたら、ってで、どこかで見たことあるとかって聞かれたら、見たことないですよこんなって。で、もう本当驚きましたよってグローバさんが言ったら、私も驚きましたし、どうやって持たすんじゃろ時間をってすっごい思っててってまあそもそもこのアイデアはズッズさんですもんね。で、どれくらいライブ前にね、どれくらいライブのこと考える、それとも何も考えないって聞かれたら、いやー緊張しいなんで考えるんですけど、でもなんか考えすぎてもいけんような気がして、ガチガチに固めすぎたらフリーというコンセプトから離れそうなんで、ある程度の余裕とか自分自身への緩さも持ってないといけんなと思ってるんですけど、ということでしたね。で、ライブ見た人もこれからの人もいると思うけど、どんな風に楽しんでほしいと思いますかって聞かれたら、Relax and chill という感じかなと。とにかく、楽な気持ちで聞いてほしいと。で、ここでライブが始まりました。で、そのまた中間でね、グローバーさんが風さんにね、自分にとってのレジェンドって何って聞いたら、やっぱりマイケル・ジャクソンですかね。音楽とかダンスとかパフォーマンスとかみんなが知ってるところはもちろんなんですけど、なんか彼の精神性みたいなところ、スピリチュアリティみたいなところにもすごいなと思ってて、ステージに立つと神々しい感じがする、そんなのにすごいキャッチーで、めっちゃポップでみたいな、こんな人ってなかなかおらんと思うから、自分にとってレジェンドかもしれないですっていうことでしたね。いや、聞いててこれ風さんやんと思いましたけどね。思いません？ねえ、スピリチュアリティ、パフォーマンスもダンスも音楽も素晴らしくて、さらにスピリチュアリティなところ、ステージに立つと神々しい感じがする、それなのにキャッチーでめっちゃポップで、風さんですがな。ねえ、本当に。で、そのカバーをするにあたってね、どの曲にするか迷わなかったって聞かれたら、なんとなく直感でこれしかないんちゃうかなみたいに、意外にすんなり決まったかもって言ってましたね。どうしてヒール・ザ・ワールドにしたの？
の質問には、今回はメッセージ性みたいなものを大事にして選曲したり、野外の空気感にも合ってるし、なんかマイケルがこの曲を野外でいろんな人種の子供たちと一緒に歌ってた絵も鮮明に焼き付いてるし、この曲の持つメッセージがこのフリーライブっていうものにものすごいぴったりくると思って、これやろうってなりましたね、ということでしたね。うん、そうそう、私も見ましたよ。このフリーライブの後にたまたまマイケルの動画が上がってきて、なんか野外のライブ見ましたよ。子供たち、世界の人種のね、子供たちと一緒に手をつなぎながらこのヒール・ザ・ワールドを歌ってるっていうね、胸打たれましたね。うん、で、何かアレンジは考えましたかっていう質問には、この曲はもう原曲がすごい素晴らしい空気感をすでに持ってるので、それをできるだけそのまま表現できたらなぐらいの勢いで、マイケルのピュアな精神性をそのまま自分がその時だけでも受け継ぐ覚悟で臨まんといけんなと思ってるんですけど、ということでしたね。受け継いでましたよね。っていうかもうマイケルが降りてるかのような感じでしたね。ね、なんかマイケルじゃないかってみんなが言ってた蝶々もいたしね。まあそれは優しさの時ですけどね。うん、なんか歌い出しからもうマイケルが歌ってるかのようだって私は感じたんですけどね。そんな方他にもいらっしゃったようですもんね。うん、で最後に、リスナーさんへのメッセージ何かありますかっていう質問に、みんながいろんないい音楽、いい情報に出会えることを願っております。じゃあいいミュージックライフをお送りください、ということでした。うん、もうライブ前のインタビューなんでね、いやーそりゃ緊張もあったでしょうね。だからライブ後のオチケンさんのと FM802 と本当にねちょっと感じが全然違ったんですけど、でもまあグローバーさんがね、風さんお初ってことでしたけど、もう大絶賛しててね、なんかそれも嬉しかったですね。はい、でその後ね、なぜか私の YouTube に上がってきたマイケルのね、そのライブの動画、そこにもいろいろ思いがあって、風さんとの共通点とかね、それも話したかったんですけど、また長くなるんで別にしますね。はい、ありがとうございました。あ、そうそうそう、で今日の FM、スタンド FM の方では、心配のエネルギーはね逆効果っていうような話をしているので、よかったら聞いてみてください。ありがとうございました。ではまた。